さあ始まりました選挙 .com チャンネル、 MC を務めますのは株式会社カエカ代表スピーチライターの千葉香織です。本日はスペシャルなゲストにお越しいただいております、前秋博多市長の石丸真嗣さん、そして JX 通信社の米重克弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、石丸さんにお越しいただけるとはどうもありがとうございます。光栄です。もう連日メディア引っ張りだこですね。おかげさまでいろんなところから大変ありがたい質問なんかもいただいて、そうですね、先日ちょっと愚問通りは大変お世話になりまして、ね、もしよろしければちょっとどんなことがあったのかご説明いただけますか。そうですね、はい、TBS で私開票当日に選挙特番出させていただいていて、はい、そこで石丸さんとの掛け合い中継のコーナーがやってきました、はい、 その時に石丸さんにこう蓮舫さんと、まあ、今回目標の票数ということでどれぐらいこうその2位になりそうだということがこうご自身の中で前線っていう受け止めなのかどうか、嬉しいかどうかって、まあ、そういう趣旨のことですね、はい、お聞きしたら石丸さんから愚問ですねっていう、あれ悩んだんです、どの言葉を使うか。でも実は今日初めて言ったんですけど、その前に面識のある方だったんですよ、うん、そうですね、はい、そうです、4月に、はい、選挙ドコム出ていらっしゃいましたん で、はい、でまたどこかで必ず会う方だなと思ってたんで、ここは響きのいいやつを使おうと思って愚問ですねって言ってアントロヨイヌキの話をこの中であのコーナーは後で使えるネタの時間だったんです、はい、いやめちゃめちゃびっくりしました。すいません、その時お世話になりました。大丈夫ですか、お二人愚問を言い交わしていいですけれども、中は大丈夫もう和解させていただきます、はい、許していただきました、はい、ぜひファンの皆様もちょっとご安心いただければと思います、はい、はい、ということで本日はこの3名で進めていきたいと思います。そんな2人とお送りする本日のテーマですがこちらです。7月7日に投開票された東京都知事選挙において惜しくも落選されたわけなんですけれども、政党や組織の支援を受けずに民主党から165万票、すごいですよね。ということで今回はこの石丸さんに戦略を赤裸々にお話しいただきたいなと思います、はい、やはり戦略はかなり考えてお望みだということは間違いないですね。もちろんですね、はい、当選を目指して何ができるのかでできないのか、それをものすごい考えて、そして考えながら行ってた選挙運動でした、はい、今回はね、選挙 .com チャンネルはもうどうやって戦っていったのかということにご興味がおありの方もたくさんいらっしゃいますので、細かく見ていきたいと思います。まず最初にですが、米重さん、こちら、はい、ヤフーニュースに石丸現象とは何かというところで、はい、JX も独自データで分析しているものをアップされてますね。そうですね、はい、石丸さんの前で石丸現象を解剖するって結構ハードワークなんですけれどお話をさせていただくと、はい、まあ、これは、まあ、石丸現象みたいなのが来るなっていうのが投票の、まあ、3週間ぐらい前なのかなにちょっとまあ分かってできたので、もうそれこそ TBS さんの特番の中でも我々20分尺使ってこの石丸現象のデータ分析をやったんですけれども、まあ、それにあたって投票の1週間前に行った調査を土台にしています。で、候補者を支持する上で新聞とかテレビとか X とか YouTube とかいろんな媒体がある中でこうどれぐらい参考にしましたかっていうのも聞いてますし、あとはそれ以外にも例えばじゃどういう政治的な傾向持ってらっしゃるのか、政治不信なのかとかイデオロギーはとか、まあ、そういうことも含めてこう聞いた結果をご紹介した記事の一部ですね。で、これの中ではやっぱり石丸さんに投票した方の、まあ、半分近くの方が YouTube 参考にして投票先を決めましたっていう結果が出ていて、でそれが小池さんとか蓮舫さんはせいぜい1割ぐらいのと比べるとかなり YouTube 寄与しているっていうことが分かったっていう、そういうデータをご紹介しています。うん、こちらご覧になって率直にいかがですか。そうですね、実はさっきの戦略がまさにここに現れているのか、ここから多分発信です。何かというと、はい、テレビと新聞が使えないっていうのが分かってたんで、うん、残った道がネット、YouTube しかなかったっていうのが正確です、うん、なるほど、うん、ある意味最初の時点だとやっぱりどうしてもその小池さん対蓮舫さんに石丸さんと田母神さんがいるみたいな扱い方に今そっちを見てなってたかなと、やっぱそこを突破するために YouTube しかないっていう戦略だった。そうですね、なるほど、うんうん、あとは米重さんが特にこの石丸現象の中でご注目されているものがありますか、うん、そうですね、はい、やはり今回最終的に投票に行くっていう意味での、うん、そのやっぱり一番重要な媒体としてはボリュームとしてはテレビが一番大きかったん
ですね、はい、だからテレビは引き続きやっぱりその非常に有力な媒体であって、その中で小池さんがやっぱり一番まあ強かったということは実際の選挙結果にも現れてはいると思います、うん、ただその中で今までこの YouTube とかネット選挙を通じてこれだけその高い得票率、うん、多くの得票を得た候補者というのはいなかったんです、うん、はい、要は今まではネット選挙ってニッチなそういう例えばイデオロギーとか何か特定の政策に賛成しているという人たちを拾い集めるツールとして使ってたんですけれど、そうじゃなくてかなりマスに対して支持をこう拡大していく、特に右左とか与党野党とかじゃなくて横断的に支持を広げていくっていう上で YouTube がすごく機能したっていう初めての選挙だったので、その点やっぱりその石丸さんのこの選挙っていうのは非常にこう各党というか各議員というか驚いて受け止めてるんじゃないかなと思います。市長退任後6月12日あたりからネットや街頭活動を始められてどんどん伸ばしていったということで、こちらが Google の検索の推移であると、まさにできること全部やったとインタビューでおっしゃってましたけれども、具体的にはどんなことをされたんでしょうか。と告示の前なんですけども、ネット広告っていうのがあるんですね、はいはい、政治活動としてこれはもちろんあの法的に認められているものです。それを使ったりをしています。うん、他にも何かやったことっていうのはあるんですか。政策発表の記者会見であったり、はい、とあれは共同記者会見、告示の前だったと思うんですけども、うん、そういう時ですね、うん、で最大限自分の存在感を示す、うん、まあそれにつきますね、うん、例えばあの政治家の一層とか、まあ、こういうキーフレーズをこう討論会で切り出すみたいな、はい、これもやっぱりそういう考え方の一環。そうですね、はい、うん、いかに響く、うん、そして深く刺さる言葉を使えるかっていうのが、まあ、政治家は普通なんじゃないかなと思うので、うんうん、それを徹底したっていうところですね、うん、多分そういうところを意識されてるかどうかっていうのもありますけど、まさにその切り抜き動画がかなりこう拡散をしていくっていうのは石丸さんの動画の大きな特徴だと思うんですけど、やっぱりそういうところの影響も結構感じられましたですね、はい、あのそれこそ自分たちが一切関与してない、感知してないところで自然発生的にいろんな動画が生まれ、うん、そしてそれが再生数を回していくっていう現象が今回特徴的だったのかなとは思います。そうですよね、うん、私も普段スピーチライタートレーナーやってるんですけれども、切り抜きやすい言葉ってキャッチーなものだったりとか一文が短いものが非常に多いっていう時に、石村さんのお話の仕方ってすごく切り抜きやすくされていらっしゃるなっていうふうに思ったんですけど、はい、その方が意識されながら、めちゃくちゃ意識してます。あ、そうですね、でもそれは切り抜きやすいっていう実はもっと手前にある、はい、聞きやすい理解しやすいっていうところです。普段の話し方からしてそうなんですけども、はい、主張があってなぜならばみたいなですね、その立て付けを大事にしてるので多分切り抜きやすくなってるんだろう、あの編集するとき楽なんじゃないかなって勝手に思ってます、うん、確かに石村さん演説でもおっしゃるときにそれはなぜかっていうことを通ってから自分でご回答されたりっていう、はい、この構文をお使いになりますよね。結構日本語だとずっと長く話せてしまうところも意識的にやってらっしゃるんだろうなっていうのはずっと思ってました、ね、あとは候補者名が入った関連動画の合計再生数というところで石丸さんお一人だけ群を抜いてますね。すごい、これ2億回というところで、これまでもご自身でお願いをして何かやってもらったというわけではなく、ほぼないですね、あのネットメディアで対談をしたりっていうのも、まあ、向こうからオファーをいただいて受けるっていう形ですし、切り抜きまとめ動画についても本当に勝手にそれぞれがされた、で自身のその講演会が動画を上げるっていうのももちろんあるんですけども、うん、その再生数だけではこんなにいかないですよね、うん、いやそうですよ、そうですよね、これ実際に下のものを見ると結構その個人の方がライブ配信をされてたりとか、あ、そうそうそうです、そうありますよね、はい、でちょっと特徴的なのと思ってたのが、例えばあのいわゆるその主要候補だとその記者の方がそのまさにこう取材されて囲みでこう集まっていらっしゃったりしますよ、はい、同じような感じですね、 YouTuber の方とかに対しても対応されてたと思うんですけど、はい、そのあたりもやっぱり意識されてました、ね、そうですね、せっかく関心を持ってくれてる人たちがいるんであれば、うん、みんなまとめて
面倒見るっていう、うん、それは単に効率がいいかな、それだったら入ると、うん、結果としてでもこれだけの数字になって出てるわけですもんね、うん、まあ、当たってますよね。そうですよね、まあ、今回 YouTube の動画の配信というところを強みにされたことによって、まあ、現地に来るということもそうですし、ネットの中でこう経験をもらうということにも一つつながっていたんでしょうかね。そうですね、知名度勝負っていうのがそもそも東京都知事選の特徴だと思うので、はい、まあ、知名度を上げるために既存のマスメディアに頼れないとなるとネットメディアしかなかった。でそのネットメディアはしかしマスメディアがない力があるんじゃないかなというふうに捉えてました。それがこの拡散力というんでしょうか、伝播していく力ですよね、うん、でそれは必ずしも投票行動にはもちろんなるんですけども、それだけじゃなくて、うん、誰かに伝えるっていう今までなかなか生まれなかった力がそこで生み出せたんじゃないかなとは思います、うん、そうですよね。特に東京の選挙だとやっぱりその地方地域と違って結構そのローカルコミュニティがあれ薄いっていう中でこう選挙をやらなきゃいけないっていう難しさが今まで候補者の代表も結構あったと思うんですよね、はい、そういう時に特に石丸さんはやっぱりその都心部というか特部での集票力ってすごかったと私は思ってるんですけれど、その一つの鍵っていうのがやっぱりこういう YouTube 通信がある意味ネット選挙で、もちろんそこはなんとか言って届くメッセージをちゃんと届けない、どうせもそう票にならないという前提はありつつも、やっぱりやられたことが非常に大きいのかなというふうに考えてますね。なのでそこがいわゆるその地域の壁を越えたコミュニケーションを普段こうネットを通して取ってらっしゃる方々のその伝送経路に石丸さんの今回のこのメッセージが乗って、その結果こういう再生回数がありこういう得票回数になった、やっぱそういうことなのかなというふうに私も考えています。あとはお聞きしてみたかったのが、はい、街頭演説の数も私気になっていたんですけど、あ、なるほど、はい、かなり1日多く回っていらっしゃった。そうですね、このあたりはどういうことを考えながらやってらっしゃったんですか。まずできることを全部やるっていう大前提で、はい、どうやっていくかのところはやっぱりかなり考えましたね、うん、でも一番いいだろうという最適解が1回あたりの時間を短くして回数を増やす、なので1日10箇所以上、17日で200箇所以上やってるんですね。それ1回1時間やったら絶対無理になるんです、うん、なので長くても20分ぐらい、できれば15分前後に区切って、で点々と数多く回っていくっていう、それを重視しました。私も石丸さんの演説現地で何回か見に行ったんですけど、あ、そうです、本当に時間ぴったりに始められて、あとは最初自己紹介と制作と最後の一言ってアナウンス入れていらっしゃいましたよね、はい、あのあたりも一種飽きさせない工夫みたいなものが入ってるのかなって思ってたんですけど、あ、その通りです。あ、合ってますか。はい、大正解です。あり、大体こう演説ってその方お一人の声がずっと15分ほど響いてると飽きが生じてくると思うんですけれども、はい、それをこう巧みにアナウンスで区切ったりとか、はい、ボランティアの方にこうやって視線を配ったりとかっていうようなことは戦略ですか。戦略ですね。いかに楽しく見てもらうかっていうのを考えたときに、はい、15分喋りっぱなしって絶対だれるんです、うん、し、なんならいつ終わるんだろうなっていうのが必ず頭をよぎるんです、うん、その時点でもう集中力下がってつまんなくなっていくんですね。そういう意味でこのテンションを最後に向けて上げ切るためにホップステップジャンプですよね、で3段に分けて、でその都度区切って、これが最後ですとか言うと、あ、これが最後なんだって思うと意外と人間ってこう待てるというか我慢できるし、あ、これが最後なの終わっちゃうのって思うと期待も膨らむんですね、はい、っていうのは大事にしました、うん、それがまさにこう動画の撮りやすさっていうところともつながりもありそうですしね、まさにそうですよね、いわゆる編集点っていうんですか、ここで区切って編集しやすいでしょっていうのを、はい、提示していたと、うんうん、結構街頭活動の多さっていうことでやっぱ他の陣営と比べて際立ってたと思うんですよ、うん、で政治取材の歴が長い方ある方がおっしゃってたのが、なんかその昔田中角栄さんとかも同じように辻説法スタイルでなんかこう短い演説をあちこちでこう繰り返しされてたっていうんですけど、はい、なんかそういうある意味オールドスタイルの演説手法みたいなのってなんか意識されてたりしたんですかね。実はその田中角栄さんの手法は全く意識できてなくてしてなくて、あ、そうなんです、はい、単に何が一番いいかっていうのを考えた結果です、うん、で多くのそれこそ政治家がオールドファッションな街頭演説を繰り返してるのは考えてないからだと思うんです、うん、
あれが本当に効くって考えてやってなくて、これでいいんじゃないかなっていう結果を見て検証せずに単に繰り返してしまってるだけなんだろうなって思って、でゼロベースで考えたらあんな1時間の演説なんか付き合わされる方が酷ですよしかもこの季節暑いのに雨も降ってたし、いや本当に暑かったですね、そうね、って考えたら相手の満足度を高めるっていうのは当たり前のサービスなんですか、うんうん、その視点が政治にないからダメなんだろうな、私が政治はエンタメかっていう言葉にこだわってるのは実はそこなんですよ、相手があって初めて成り立つ、そして国民のため都民のためにっていうのはあの行政サービスだけじゃないんです、普段の接し方態度姿勢からしてサービスしますよっていうのが必要だと思ったので、それは大事にしました、うん、ある意味そういう有権者とのコミュニケーションの仕方においても、まあ、同じようにそのゼロベースでちょっと科学的にというか組み立てていって、その結果こういうスタイルになった。そうですね、うん、本当に私も演説拝見しながら公開討論会の時もご自身で使っている具体的な言葉と抽象的な言葉の割合と街頭演説の時に入って多少抽象的に持ってきていらっしゃるなっていうところが、はい、あのターゲットによって変えているんだろうなっていうところがすごく手に取るように分かったのでさすがにそうですね、そういう観点でいろいろ話を聞きながら、うん、ここで間を取ってるとかこういうスピードでとかって思ってたんですけれども、ちなみに石丸さんのあの言葉ってキャッチーじゃないですか、事前に考えるんですか、はい、考えてるものもありますけど、でもその都度その都度ですね、やっぱりライブなので、はい、その現場の空気に合わせて言葉を紡がないとやっぱり響かないですね、うん、なんか最初から用意してた言葉これ言おうって思うと、うん、え、なんでこいつこんなこと言ってるみたいな、シンクロしない、うん、やっぱりそれはその現場で寝る方がいいと思いますね、うん、確かにお話何回か違う場所で伺ったお話の内容が違ったりしたので、それは本当にそうだったんだなと思いましたね、うん、同じことを喋る人もちょっとずつフレーズの表現を変えたりっていうのが心がけましたね、うん、同じ話をしてもいいんですけど、ここは何だろうな、例えば一番最後の締めで皆さんの奮起を期待しますっていうのか本気を期待しますっていうか、そのどういう人が目の前にいるかどういうノリかでちょっとずつ言葉の硬さ柔らかさは変えてました、うん、その現場にいた時にまた石丸さんの表現をしているっていう風に石丸さんの支援者の方がこう話をし合ってるのが私聞こえてきたので、多分そういう言葉のニュアンスの違いによってさらに引き込むっていうのもあったと思いますし、吉井さんまさにこの市場とこうネットが うまく融合するっていうところは、まあ、初の事例に近しいんじゃないですかね。そうですね、だから今いろいろお話を伺っていると一つ一つの多分こうまさに、まあ、なるべく合理的にゼロベースで考えて、でそれでこう戦略が組み立てられていったという話だと思うんですけど、結果としてその数の多い街頭活動と、でさらにその中で、まあ、短いお話の中で、まあ、それがその二次的に拡散しやすいような、まあ、言い方悪いですけどフォーマットというか、なんかそういったことが出来上がっていて、でその結果としてまさにその地上戦とそのネット上での、まあ、ネット地盤のアプローチの両方がまあ噛み合った結果、こういう再生回数こういう得票数に、まあ、繋がってるんだなっていうことがこのまあ短い時間の話の中でもよく分かりましたね、うんうん、今後選挙の仕方は変わると思いますか、吉井さん。そうですね、やっぱり変わると思います。というのもやっぱり何かこう大きな事例ができるというのはやっぱ大きいですよね、選挙の世界でもやっぱりネット選挙始まって十何年経ちますけれど、ずっとまあニッチなツールっていうふうにやっぱ見られたと思います、はい、でそこの部分私もそういうふうに思っていたんですけれど、やっぱりここ数年少しずつなんかそれで議席を取るとか、あるいは得票ライン結構高めのところでこう通ってくる候補者とか出てきて、少しずつ変わりつつあるなというところでどんどんこの、まあ、石丸現象になるのが起きたので、やっぱりそれは今後の選挙に与える影響非常に大きいと思いますし、いろんな人がこれから研究していくんじゃないかな。その研究対象になるかもしれない石丸さんはどの感じですか。嬉しいですね。あ、嬉しいですか、はい、あ、本当ですか。研究されたら困るみたいな。全然ないです。むしろどんどん研究してより良い選挙をみんなで生み出していってほしいですね、うん、何より私が今回挑んだ何かっていうと、いわゆる組織がなくても、うんうんうん、あの要は弱者の戦い方なんだろうっていうのを考えてやってみたですよ、うん、そら結構うまくいったなっていう結果だと思うので、ぜひ真似できるところはどんどん真似してもらって、でさらにもっと改良できるところはあると思うんですね、うんうん、そうすると、うん、
だから日本の政治がどんどん良くなっていくのかなとは思いますね。有権者の関心もそういうことによって高まっていくと、まさに狙い通りということですね。そうですね。はい、ありがとうございます。今回はこちらで以上となります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.